本茶島です。すごく使えそうなジグのシステムを紹介してみたいんですけども、これはね、三角形の比率を利用して2つの乗馬の位置関係っていうのを正確に変化させることができるジグなんですけども、様々な工具を仕込むことで材料のあらゆる小口加工に対応する予定です。まず水平軸、X 軸の方向に2つの乗馬の位置関係が変化する。で、次に垂直軸、高さの方向に2つの関係性が変化します。ここは精密調整のポイントで、斜めの10の動きを上下の1の動きに変換してくれるんですね。50ミリ動かせば5ミリ高さが変化します。スローモーションで見ると100に合わせれば高さは10です。300まで動かせば30の変化です。これによって 0.1 ミリ単位での調整が可能です。使いたい位置に合わせたら小ボルトを締めて、裏側も締めて、これで高さ方向が決まったので横方向にスライドして使います。 Z 軸の変化は調整のための軸として、こっちの水平方向 X 軸の動作を加工のための軸としようかなと思ってます。こっちが加工される材料側で、こっちが工具側です。例えばこっちにドリルなんかを取り付けれるようにしたら、打ちたいところの高さは 0.1 ミリ単位で調整して、で穴を開けるわけですね。まあ横軸ボール盤の機能ですね。トリマーとかグラインダーとかを装着する場合には、こっち方向 Y 軸の動作もここに仕込めば、こういってこう動かして、ホゾ加工、ドミノの穴加工、小口の押し口加工なんですけども、こう向ければメス側の敷地の加工とか、そういうことができますね。とりあえずね、この角度の求め方であったり製作工程を紹介していこうかなと思います。まず水平のベニヤに水平な線を引きます。ここが500ミリですね。で、差し金を当てて、丸のポイントを合わせて、ここを50ミリになるように合わせます。これで1ギミは完了です。ラインを引きます。引きます。で、ここは直角の直角三角形ができました。斜辺が500、短辺が50、1対10の比率の角度が作れて、これが全ての基本になります。これをガイドにしてカットしていけば、全ての角度が一致するようになるはずです。この角度はいわゆる10分の1勾配とは比率をとっている辺の場所が違うのをご注意ください。短辺割る斜辺です。というわけで、あらゆる角度はこのジグを使ってカットしていきます。これね、レールの溝を途中で止めてますけど、まあいろいろ理由はあったんですけども、これ間違いです。これ材料 MDF なんですけども、湿気の多い日本とかではものすごい反るんですけども、このような組み方をすれば絶対反らんのんちゃうかなと思ってます。知らんけど。
これ片方だけ引っ付けといて、もう片方は実際のサイズに合わせて引っ付けるっていう作戦です。これは瞬間接着剤の方がいいかもしれないですね。大体のうちに片方だけの固定です。もう片方はとりあえず仮締めして、ここが完全にぴったりの寸法になるまで調整してから本締めします。複数の高さで測ることで取り付け角度の誤差も確認できます。スムーズ。次は板の厚みを基準に0を設定して、30ぴったりになる場所を探します。でマーキング、このポイントから150ずらしたところが15mm であれば OK。まあ、他にも複数のポイントを取れば万全ですね。で、これイラストレーターというソフトで、0.1mm 単位の定規を作ってます。この数字がミリですね。これを2つ反転したやつを作って、印刷して、メモリが狂ってないかチェックして、切って、糊で貼るだけですね。矢印です。さあ、これで同じ材料をあてがって完成です。まあ、同じ厚みじゃなくてもいいんですけどね。大事なのは高さの差なので。あとは色の工具を装着して、いろんな使い方ができるはずです。一番やりたいのはこのトリマーなんで、これ単独の動画にするかもしれないですね。というわけで見てくれてありがとうございます。このジグ結構面白そうだと思いませんか？そう思ったらぜひ真似してみてください。この三角形の比を利用したスライドの機構っていうのは、まあ非常にシンプルかつ製作時も誤差がすごい出にくいんですよ。この三角比を利用することでギアとか細かい部品を使わずに非常にシンプルな構造でできる。このシステムっていうのは平面的に活用したアジャスタブルフェンスというものがあって、まあ、それを応用して作ってみたものですね。非常にシンプルかつ製造時にこの角度が微妙にずれたとしてもさほど精度に影響しないので作ってみるのも作りやすいんじゃないかなと思うんですよね。今のところね、この高さ方向に応用したやつって多分ないと思うんで、私は今から東京特許許可局がどこにあるか探しに行こうかなと思います。ここに工具を装着して実際に使う動画っていうのはまた別で撮ろうかなと思いますので、また見ていただければ幸いです。
というわけでこの動画、あなたの DIY の参考になれば幸いです。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、あと最近ベルボタンも押してほしいですね。どうぞよろしくお願いします。